ついに来ました。来ました。あー疲れた。ね、上下上女子の真ん中の順よりも松本が上か下か。だるくて長い坂を動けば完全に竹と思いますが、足が重い、痛い、下りが痛い、とにかく疲れた。渋滞してる。
て抜けた。いいっすね。すげえじゃないですか。ペースとしては一応上りも歩かないようにしてます。ゆっくりゆっくり走る感じで、あんまり逆に下りはそんなに飛ばさないようにして、キロ8分ぐらいかな、8分ぐらいを目処に走ってます。めっちゃ綺麗だけど上り疲れてきた。確かに慣れてない人は走りにくいからね。あっち暑いわ。景色も最高だけど、樹林帯、樹林帯は今回今初っすね。ところどころこういう林はあるみたいですね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。半々で入れますね。早いですね。はい、ありがとうございます。もらうよし、ここか。ちょっとなので、まあ言って3分の1も起きたのかって思うとだいぶ気が楽だわ。3分の1は4分の1か。とりあえず前半戦って感じですね。今順調に林道を下ってるんですけど、確かね10キロ手前ぐらいから一番初め、何か所かきつい登りあるんですけど、初めの登りが10キロあたりだったと思うんで、それに向けて標高を下げてる感じですね。もしかして、イエーイ、10キロで今ちょうど1時間15分ぐらい、あまあね、この前半のペースを乗れたら3時間45分、マジでそんなことあるだそうです。ようやく坂の上りだいぶ抜けたかな。坂はね、集中しすぎてカメラの真っ直ぐ完全に遅くでした。ねー、きつい登りとか取らなきゃいけないけど、必ず回すの忘れるんだろう。おー、やっと坂抜けたかな。よかった。こういうのが最高っすね。お、気持ちいい。2、3キロかな。あと3、4キロぐらいで第2エアだと思います。上り1キロ弱ぐらい走る後に歩いて温存したんで、少し回復できたかも。半分、
程度です。足のコンポートみたいなのがめっちゃ重くなってということで、水とかも全部入れ替えたんで、また出発します。20キロ、現在時刻は11時48分です。2時間50分で20キロなんだから、まあ、10キロ1時間半ぐらいかな。まあ、ここからちょっと落ちるとして、もしかしたら4時間半狙える、そんなことあるか。全然自分のタイムが分かりません。なんかこのままのペースをキープすると4時間半だそうですけど、まあ、後半一番最後に300のめちゃくちゃきつい登りがあるんで、まあ、そこはどう考えても時間かかっちゃうから、でも5時間ぐらいはいけんじゃないか、もしかしたら。ちょっと頑張ってみます。景色は相変わらず綺麗です。おー、来た第3映像。さっきの20キロ過ぎてから予想通りというか、ガクッと足が重い、痛い、下りが痛い。とにかく途中のアスファルトの道路が長かったんですけど、そこでだいぶ痛くなりました。何の頭まで第3エンド、ここ 23.3 かな。あ、これ超えたらあと7キロない。ちょっとここでちょっと休憩しようと思います。この後300ぐらいあったので、ちょっとここで休憩取ります。12時15分、お疲れ様です。ということで第3エイド後にしました。今ね12時22分なんで3時間20分ですね。去年の大会の記録を見て、こう時間50分って決めたんだけど、もしかして去年の大会のロングって距離違う？あと今年はコースが去年よりも楽だそうです。まあそういうのもあるんで平均タイムは上がるんじゃないかなと思うんですけど、今3時間20分でしょ。あと 6.5 キロなんですけど、ここからはもうひたすら多分ロードを登るっていう感じなんで、ファストハイクな感じの方が平均タイムを上げられるんじゃないかな。それで1時間半でクリアできれば、一応目標よりだいぶ早いのかな。3時間20分足す1時間半とかで4時間50分、だるくて長い坂5キロ、完全に竹か思い出すな。あの時よりはまだマシかもしれない。とりあえず周りの人のペースに振り回されないで淡々と行きます。きたー、ラスト5キロ。ここは多分最後の天国。上りをペースを落としたおかげでちょっと足回復したかな。左足はまだちょっと痛いけど、全体的な重さは少し軽減したような気がします。アスファルトの下りがね一番足とあるんですね。この次の最後の激坂150アップか、そこだけは歩くしかないですけど、このペースで淡々と行きます。開けました。多分だけど、あの丘が最後のピークじゃないかなと思ってます。どうなんだろう、まだまだあったりして。いや、最後にこう登りは辛いって、マジでね。25キロ超えてからのちょっと登りがやばい。エクストリームの人はこれ2周目だからな、マジですごいわ。ダメだな、今日はもう全然途中で釣っちゃったらもう。200ぐらいかな、300あるかな。疲れた。お疲れ様です。ありがとうございます。
海面見えてきた。よし。おはようございます。ということで楽しんでまいりました秋吉台カルストトレイルラン、順番がね分かんなくなるんですよね。秋吉台カルストトレイルランであってるよね。はい、ということで、タイムはね結局予想をみんなの予想を大きく上回る4時間35分ぐらいでクリアしてます。ただね、なんか周りの人にいろいろ話聞いた感じだと去年よりだいぶ上りの区間が少なかったりとかそんなにきつくなかったっていう話もあったんで、もしかしたら去年よりも平均タイムは上がってるかもしれないので、女子の真ん中よりもタイムが上か下かの結果はちょっと結果出てみるまでわかんないって感じです。今回の第2エイドで出てた梨、これがさ、缶詰のシロップ漬けなんだけど、秋芳梨っていう、ちょっと高級ブランド系の梨があって、それが、丸々シロップ漬けになってて、それがもう第2エイドで食べた時めっちゃうまくて、コースのスタート帰ってきたら、これ売ってたんですよ。なので、これ、まあまあいいお値段のする缶詰なんですけど、これを、勝者の皆さんはですね、山分けをするという、とにかくね、美味しかったんで、ぜひこれを皆さん、ご賞味いただければと思います。ということで、ロードトゥエベレスティングチャレンジ第3回、秋吉台カルストトレイルラン、無事完走しました。まず完走が大きな大きな目標の一つであったので、30キロのトレラン初めて始めました。それでは、ゆりやま松本でした。